はい、こんにちは。ということで、前回の続きをやりたいと思います。まあ、前回はね、いろんなところにちょっと消防署を建てて、消防署のね、数を全体的に増やしたっていう感じで、最終的にここら辺の道を直したりして、モノレールを使ってくれるように、各駅にね、ビルを建てていこうかなと思っております。ここはもう建てております。今度こことね、ここと、ここにビルを建てて、それから地下鉄、新しい地下鉄にも乗ってもらいたいので、この辺とね、この辺とね、あと、どこだっけなぁ。この辺かな。ビルはね、建てたいなと思っております。ビルは高いんですよね。次のやつは、スペインの、トレ、マニルバー。株はね、全然儲からないんですよ。とにかく18万貯めないと。18万。あと、8万。じゃない。18万だから、あと13万だね。小学校か。やることがないんですよね。鉄道を眺めていると、あ、こうした方がいいんじゃないかなっていうのはね、たまに思い浮かぶんですけど。あ、すごいな、これ。この駅がすごい。これはどこだ？この駅はどこですか？ここがすごい並んでる。ちょっと増やさないと。これは400人とかも、ちょっと400人乗りにしよっかな。400人乗り。ここもすごいね。あ、なんだ、サッカーの試合が負けたのかな。サッカーの試合が負けたらしい。あー、連敗だね、なんか。サッカーチケットの値段下げようかな。儲かんのかな。
下げて20ドル、負けちゃったからさ。18万円貯めているところ、さっきのやつ、黄色いやつ、400人乗り 75%。 なんか固まってんだよな。出店でございます。崖を登ってくれてる人もいるね、そこの歩道のね。ああ、反対方向が来ています。ああ、もう一つの路線も来てます。あの路線もね、あそこが終点なので、ちょっと混んじゃいますね。固まってる3台が揃っております、こっちに。3つ固まってんだよな。増やすか、後でまた減らすっていう感じで。ここで、ここの駅はね、すごい混んでるんですよ。あー、全然乗んないね、なんでだろう。満員なのかな。
自分が満員なんだね。次の電車にみんな乗る感じです。次の駅もすごい混んでる。なんかこれドル箱路線ですね。なんか増やしとこう。ちょっとだけどその代わりにね、他の路線がね結構空いちゃってるかもしんないね。これはこのまんまで大丈夫大丈夫大丈夫。これ1台でもいいかな。あ、でもこれローカル線だね、きっと。これは2台がいいんだよ。これいいか。減らしてもいいかな。一回減らしてみようか。これも減らしていいかな。これも減らしたいな。400人乗りだからね。ちょっと一旦減らしてみよう。300人乗り。270人待っております。でも300人満員なやつが1台しかないんだよな。まあいっか、このままだな。280人、279人待ってる。全部乗った。150人以上、半分以上乗ってるのが少ないから減らす。これ結構乗ってるね。待ってはないけど。新幹線200人も待ってるの。あ、でもいいや。まあ、新しいところね。これ増やそう。これどこだろうな。そうか、分かった分かった。混んでんだ。あそこに泊まりたいんだよね。これ終点だね。ここが折り返しの終点ながら、ここを走る環状線のね、内回りが止まってたの、止まっていたんだね。もういいか、これで。何でもない、独り言です。出店でございます。昔の品川駅こんな感じでしたね。明治時代の品川駅。
600人まだ待ってるね。固まってんだよな。やっぱ消防署を建てると290万人で 頭打ちをしてたのがちょっと伸びてますね。18万になったのでビルを1個建てたいなと思います。モノレールにもっと人を乗せたいので、モノレールのもう一個の終点に、スペインのビル、次のビルはこれ、日の出本社ビル、知らねえな日の出なんて。84年、昭和59年、こんなのどこに建ってるのか知らないよね。日の出ビル、東京じゃないのかな。外国製のゲームソフトの中、外国映画の日本人みたいな感じのビルですね。15万円かかる。じゃあちょっと今回はこれを建てたっていうことで終了にしたいなと思います。背高いですね。では皆さん、さようなら。